んにちは、マリンです。今回もですね、いつもコメントをもらっているので、前回のコメント返しの後半としてコメント返しをしていきたいと思います。はい、2021年12月20日公開の打った本人が一番びっくり超ミラクルラッキーショットという見出しの動画のコメントを返していきます。まず一瀬さん、リンゴル歴史にまた一つスーパーショット泣き笑いが生まれましたね。でもこれあれですね、なんかヤバヤバショットを多分したやつなんですけど、それをそういう風に言ってもらってますね。ヤバい歴史残しちゃいました。はい、いつもコメントありがとうございます。はい、次アジフライさん、へえ、スキーも始めたんだ、見た目と違ってスポーツウーマンなんですね。コメントありがとうございます。スキーは本当に始めたてですね。スキーも上手くなりたいですね。はい、次トントンさん、山ちゃんとナイスコンビって言われてます。あ、ありがとうございます。そうですね、いつも仲良く撮影させてもらってます。いつもありがとうございます。はい、次マキドさん、スキーやってください、スキー人口少なくなっているんで、というコメントもらいました。結構スキーについてのコメントもらいましたね。そうですね、今シーズン1回行って、また今度お友達と2回目行こうかなって思ってます。結構ハマってます。はい、ね、いつもリンさんですね、いつもナンバーワンとコメントくれてますね。このコメントにもしてくれてますね、あ、動画にも。はい、ありがとうございます、嬉しい。ではその次の動画、12月21日公開の池越え&バンカー越えの激ムズショットに挑戦果たして、マリンゴルフの続きですね。こちらのコメントを返していきます。はい、お、アジフライさんがコメントしてくださってますね。いつもありがとうございます。力強いスイングいいです、振り遅れた時に右に行っちゃいますね、でも上手くなりそうで今後のマリンちゃんに期待です、という嬉しいコメントをいただきました。ありがとうございます。今日も撮影でリノさんにラウンドレッスンをしてもらって、本当にそれこそ同じことを言ってもらって、結構胸が開いた時にミスショットするよっていう風に指摘してくれて、そこをこれから修正していきたいなっていう風に思っていたので、ぜひ見てください。私も頑張ります。うん、そう、ちょうどね、公開のあれだと3本流れてから、はい、前半分流れてからだから、はい、結構そう、もうマリンちゃん の, 上達具合というか、その体が開いちゃうとかそういうのも直してくれてて、はい、そう、結構みんな、おー、なんかマリンちゃんすごい、なんか今日いいんじゃないみたいな感じに、そうなってると思うん で, そうで、この後後半が流れるから、まあ、後半も、はい、まあ、ネタバレしちゃうと、はい、後半はレディースティーから、そうですね、そう、レディースティーから、そう、どんだけ良くなったのか、はい、やっていってたんですけど、そこで結構ちょっと結果をお見せできるかなと思うので、ぜひ後半戦も見てください。はい、次が、いや、なんて読むんだろうな、高幸さんですね、うんうん、マリンちゃんスライサーだからもう少し西に向いた方がいいと思います。そうですね、結構ミスショットするとこうスライスしちゃうっていうのが私も悩みだったんですけど、うん、大丈夫、それも今日解決してますんで。そうなんです、楽しみに見てください。そうですね、見てください。はい、はい、バリンちゃんネガティブになりやすいみたいなコメント入ってないの？あ、意外とないんです、ね、ないか、そうか、みんな優しいですね。そうなんですよ、そうそうそう、 今もちょっと沈みかけてたから、か、いや、もう大丈夫ですって。もうポジティブマリーに変わってるんで。そうですね、はい、本当に今日で、ね、メンタルも変わってるので。ニコニコでいきます。でリンさんですね、ナイスと、あ、ナンバーワンじゃなくてナイスになってる、ちょっとなんか嬉しいかも。ナイスいいっすね、ナイスいいですね、ありがとうございます。では最後ですね、12月22日公開のまたまたミラクルラッキーショットっていう、どんだけラッキーショットしてんだってちょっと思っちゃうけど、この動画ですね。すごい、コメント11件ももらってますよ、これ嬉しい。では上から読んでいきますね。ひろきひろさきさん、お
疲れ様でした。風邪ひかないように気をつけて冬ゴルフ楽しんでください。ありがとうございます。そうですね、この日結構風が強かったんですけど、楽しく回れたかなって思います。ありがとうございます。次、新一さん。日が暮れて寒くなってきたかな。お疲れ様でした。マリンちゃんの MC すごく慣れてる感があるって思ったな。山ちゃんもお疲れ様でしたというコメントいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。嬉しい。 MC ですね、結構なんかゴルフに余裕がなくてテンパってる時とか、いつもそれこそ山ちゃんとかゲストの方とかにもフォローしていただきながらやってますね。山ちゃんいつもありがとうございます、うん、お疲れ様です。でも少しずつ慣れてきたかなって感じはするんで、本当ですか、うん、全然いいと思います。あ、嬉しいありがとうございます。次、あ、一瀬さんですね。いつもコメントありがとうございます。寒い中お疲れ様でした。純社長とたくさんラウンドできたらショートゲームもっと上手くなると思います。頑張ってください。確かに純ちゃん本当にどこからでも寄せてくるぐらいアプローチとか本当に上手なので、私もそれ見習いたいなって思いますね。また一緒にラウンドしたいです。純ちゃんお願いします。はい、次がシーシーシルクさん。スイングが安定していましたね。フィニッシュまでブレずに振り切るのはなかなか難しいのに見事だと思います。パットは少し思い切って曲がる方向じゃない方に打つと結果としてホールに近づいてくれるので、セカンドパットが楽になると思いますよというコメントいただきました。ありがとうございます。本当にこれこそ今日の動画でパットちょっと上手くなれたかなと思うのでぜひ見てください。はい、次、まさひでさん。風の強くて寒い中のラウンドご苦労様でした。可愛らしい姿とは違ってスイングがしっかり振れててすごいですね。最後も大人っぽくてセクシー、またマリンゴルフかっこわら楽しみにしてますというコメントいただきましたありがとうございます。そうですね、髪の毛下ろしたからちょっと雰囲気変わったかなと思うの、嬉しいですね。マリンゴルフかっこわら私もまたやりたいな。はい、次、安田さんかな。じゅんちゃんへの要望、じゅん&リサ復活できませんか。2人のエントリー、リサちゃんのフォーム、過去の動画で楽しんでいますが、いろいろあると思いますが復活を望んでいますという声をいただきました。ありがとうございます、うん、コメントはじゅんちゃんも全部見てるので、うんうん、届いてると思います。ありがとうございます。ありがとうございます。次、なっちさん。コメント上がりました。マスクの件は白の普通のマスクだったので、それもコーディネートに対象にするかでした。外すのもいいですがお店の中でしたからねというコメントでした。そういうことか、確かに最近はあれですもんね、いろんなマスクがあるのでコーディネート楽しめるから、そういうことか。そういうことでした。コメントありがとうございます。アジフライさん。ゴルフウェアを着てるときは可愛い系ですが、普段着に戻るとすごく大人っぽくなりますね。ありがとうございます。結構そうですね、まさか普段着でちょっと撮影するとは思ってなかったんですけど、ちょっとギャップになったかな嬉しいです。はい、アレックスさん。振り遅れ感が気になりますね、頑張ってくださいとコメントいただきました。ありがとうございます。そうですね、私もちょっと気になるので改善していきたいなと思っているところです。コメントありがとうございます。はい、で次が高幸さん。マリンちゃんアイアンキレキレです。本当ですか結構アイアンがそれこそ振り遅れしやすいので、今日とかあとこれからの練習でも胸を開かないように頑張っていきたいなって思ってます。はい、で最後にリンさん、ナンバーワンとこのコメントにもしてくれて、動画にもしてくれてます。いつもコメントありがとうございます。ちょっと急ぎ足になったんですけども、皆さんのコメントいつも楽しく拝見してます。いつもコメントありがとうございます。応援もありがとうございます。しっかり届いてるので、これからもぜひ応援とコメントを、どんどんよろしくお願いします。はい、以上で今回のコメント返しを終わりたいと思います。いつも見てくださって皆さんありがとうございます。ではまた見てね。バイバイ。